ドリンクホルダー買い増ししました。パドルシフトかっこいい。パドルも赤にすればよかったかも。 EV だけで67キロ走ってます。今回の目的地は秩父。エアコンはよく効くので風量を一段低く設定。今回は72キロ EV 走行できそうです。目的はお墓参り。練習場。人生で一番好調です。雰囲気がとても良いです。汗だくになりました。最後もいい感じ。波動ゴルフガーデンおすすめです。数字が綺麗ですね。このパドル質感高いので絶対におすすめ。走行距離は往復で188キロ、リッター24キロ。エクストレイルには天日で勝てます。